何やら翔平さんが爆買いしてるようなんで、ちょっと行ってみましょう。なんかね、とんでもないもんね。おー、来んな、なんだよ。なんすかこれ。しかし、なんだよ。来んな。これ小物っすか。モザイク。エルボカードとか、モザイク。マグダビとかのリストカード入ってますけど。両肘だろ。右肘。なんすかこれ。近い。なんか現玉がやらしい。近い。肉。現玉がやらしい。肉。僕らのお年玉ですか。これでお願いします。はい。じゃあ3万円からお預かりいたします。はい、ちょ、なんすか。やめてくださいよ。これ、この今入れてもらってるやつ、これなんすか。まず右左だろ。もう一回やってください、今年2022年はいかに体を守るかなんですよ。右肘、左肘、ありがとうございます。交互に見てっつって。ありがとうございます。ないこれなんすか。いや、もう今年一発目ね、前原さんお世話になりまして、はい、買いたいなと思って、はい、僕らね、もう年なんですよ。来年もここに来れるか分かんない。それは言い過ぎる。分かんない。それはちょっと YouTube 以外に言えないかもしれない。分かんない。これで体守ります。そうだね。それで体守るとかする。命は守られるでしょ。命は大丈夫。体守ってまた来年も来たいからね、守るんですけど、買いすぎました。いや、どう考えても両肘いらないもんだって。両肘いらない。だからもうね、その言葉、いや、もうね、その言葉を待ってましたよ、本当に。言わない方が良かったかな。年玉ってことですね。そうですね、ちょっと俺もちょっと自分で使いたいものがあるんで、それも買いました。けど、そうじゃない、あげてもいいなと思うものもあるので、それは気が向いたら発表します。ダメ。立ち割り。まず、これは、俺商品結構やるじゃない。ヤシ天候ってことで、ソリューズを購入して、ちょこちょこ類に出ることがあって、ちょっとこう、ケツに突っ込んで、こう、悩んだ。あれにしときたい。偽物じゃねえか、偽物にしたい。じゃあ、これ使ったら、もう、牽制アウトなしってことで。そう。で、盗塁もしたいなって思って。だからね、こんな、変なね、バッティングするじゃないですか。あそこで、ゆっくりツーベースもありですけど、頑張ってスリーベースまで行きたい。それ関係ないからね。頑張ってスリーベースはこれは関係ないから、ね。失礼してから使うもんすから、ね。打って走って、こうやってケツから取って、バッター外してから、こうやって作って。ツーベースの後で。とりあえず、ウィーラーで憧れました。ウィーラーって、ケツ入ってるじゃないですか。まあ、結構ヘビセス。ああいうパンパンなのに、ちょっと憧れて。たまたま見たら、ウィーラーが低いのかもね。パンパン具合に。でもウィーラーは多分先ないですよ。俺は先あるやつ。基本先ないやつの方が売ってないと思うんですよね。ウィーラーのスライダーパッドじゃないの。そうだ。これ違う。違う。あれ多分そういう手袋じゃない。そっか。じゃあやめる。勘違いで買ってる。いや。でもまあこれ自分の。来年は走るって。そう。でこれエボシールなんですけど。謎だよね、まあ、これ。そう。なんかいろいろ文句言うんで。どう考えてもおかしいもん。文句言うんで。これじゃあこれサイズあるの。サイズはない。エボシールは空気で固めるやつだから自分サイズになる。そうなんすか。いや、持ってるんですよ。やってるんだよね。知ってるけど、ね、撮ってますよ、それ、ね、知ってるよ、知ってる。じゃあこれ1個は自分使います。で、商品と同じカラーのやつをプレゼント。いいね。そしてこのマグダビですね。いや、手首の数おかしいでしょ、このままいったら。手首、これ俺の2本の腕じゃ余っちゃいますから、青でね、赤々で使えばいいんですけど、僕は今、蛍光色のプロってやつを使ってるんで、うち、こっちだけでいいんですよ。4つともあげます。4匹の子供たちにあげますといった感じで、今回こちらの、おお、これすごいな。でもエボシールドと体を守る感じですよね。手を守る、肘を守る、足も守るやつってねえな。まあでもこれだと草野球向けだから。草野球人ですね。色も高校野球使えないですからね、その色はね。僕らの視聴者って結構だんだん年齢が上がってきてるんですよ。なんで草野球人が多いので、今回草野球人向けのものにさせてもらったんで、ということで草野球人向けなんで、2回目ですね。4回目言う？もういい。もういい。これ、チャンネル登録とコメントで。技術はまた発表しますよ。一応、良平さんもクリスマスにね、発表したと思うんですけど、バッティング手袋、アシックスのバッティング手袋のプレゼント企画やってますんで、それはいつだって1月中にどっかで発表するってことね。そう、1月中どっかなんで。多分1月中っていうのは確かに。ちょっと告知したいと思います。まあ、これは2月とかにしますか。まあ、まだまだ多分これからも、いろんなものをプレゼントして、野球やってる皆さんに楽しんでもらえるように、ちょっと頑張ってきてますんで、はい、今後ともよろしくお願いします。というわけで、こちら欲しい方、コメント、熱いコメントをぜひともよろしくお願いします。はい、それでは、お願いします。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ハルさん、翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。